はい、ということでね、この動画で紹介するリボルバーはこちらです。ライヒスリボルバー、高い連射速度と中程度の威力を持つリボルバーということで、いやこれもね非常にいいバリアントあります。俺が解除したエピックのバリアントは過酷な圧制ってやつなんですけど、もちろん、エンフィールドナンバー2同様、指令を使って解除できるレア度のやつもありますね。で、もう一つのエピックが迫害者。もうこれは完全に銃の形が変わってもうてますね。PPSH の反影と同じ模様なんで、あっちの反影と合わせて持つのもなかなかロマンあふれるバリアントじゃないでしょうか。そして、富の乱用2ということで、こっちも完全にこれと同じで形変わってもうてますね。若干、ヒロイックにしては汚いかなという印象を受けるんですが、こっちもね、なかなか、まあ、かっこいい仕様に仕上がってるんじゃないでしょうか。エンフィルナンバー2みたいなこんな感じで、もうちょっと綺麗やったら、もっと欲しいんですけどね。いや、なかなかに、でも今回のバリアントは面白いですね。もうマグナムっていうのがだいぶ、個人的にはもうそれだけで嬉しいんで、これを使ってちょっとやっていきましょうか。はい、続いて、この過酷な圧制のこっちの方をね、見ていきたいと思います。おお、回した。三角二回押しするとこんな感じでジーッつって回してくれますね。いいぞ。これ期待できるかもな。もしかしたら。多分距離は、中程度の威力だったんで、高い威力ではなかったんでね。さっき同様2発で死ぬことはないと思います。多分3発くらいかな。連射速度は多分速いと思うので、あれ2発で死んだぞ。多分ダメージ食らってたな。1、2、おい、ダメージ食らってるぞ、絶対、これ。1、1、おい、ダメージ食らいすぎやって、やめろ、やめろ。1、2、3、3ですね、やっぱ。3発で死にますね。ただ、連射速度がこんな感じで速いんで、ここは待って、俺さっきからさ、全然、全く反応しなかったけどさ、リロードかっこよくねえ、これ。待って、これ、リロードバリかっこいいんやけど。見て、これ。これ、俺これ使ってみた感じさ、エンフィールドナンバー2の方が明らか強いなって今思ったんやけど、いや、これだけで使う価値あるわ。見てこれ。めっちゃかっこいいねんけど。やばい。あ、これはかっこいいですわ。これはかっこいい。ただちょっと連射速度が高い代わりに威力が低いのが辛いかな。こんな感じね、腰ダメで撃てばセーブ劇みたい。レッドデッドリデンプション。完全に神ゲー XBOX の。ハミゲンとカス。あ、やべ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 。いや、でも、これめっちゃいいぞ。これめっちゃかっこいいわ。これだけで解放する価値あるな。かっけえな、マジで。いいね。えいね。これはいいぞ。これはいい。まあ、これが良かったところでランクまで使えるかは、まあ、微妙やからな。ちょっとランクまで使っていきましょうか。はい、ということでね、今日はじゃなくて、マグナムの過酷ななんとか圧制かの方を使っていきましょうか。こっちの正式名称忘れちゃった。もうすでに大本命ですね、こちらの方が。ただね、これ実戦で使うとなるとどうなんやろうなっていうのはあるんよな、正直個人的な。よし、まずはワンキルとか言いつつ、この前ね、フリーフォールでやって、もうボコボコにされたんですけどね。この前にあげたリボルバーあったじゃないですか。あれと同じロビーでやって、ボコボコにされて、チーデスに逃げ帰ってきました。それぐらいね、なんか使えなかったっていうか、その、一人をやりきる能力が、このスナイパーにはなさすぎるって言ったらいいんですかね。なんかそんな感じの印象を受けましたね。だから、いやー、なんかの武器と組み合わせて、ロマン的な感じで使う分にはかなりいいと思う。というのも、やっぱ、なんつうんやろうな。あ、この距離は強いんですよ。このね、リロードが、かなりロマン詰まってる部分ではあるんで、ここの部分を使いたいっていう人がいるのであれば、まあ、これはね、全然補える部分じゃないかなっていう。やっぱゲームってさ、戦争ゲームとかは特に、こういうかっこよさ求めてなんぼなんでね、リロードはとにかくこっちがかっこいい。あんだけ、もう一つの、エンフィールドナンバー2でしたっけ？エンフィールドナンバー2か。エンフィールドナンバー2のなんかリロード微妙にしたのはね、多分こっちをかっこよくして際立たせるためじゃないかなとは思いますね。うん。あっちまでちゃんと一発ずつ込める式とか、まあ銃によって多分、もしかしたら違うのかもしれないけどな。こっちはそういう風にはできるけど、もう一つのね、エンフィールドナンバー2はそういうわけではないのかもしれない。っていうのはあるかもしれないけど、ちょっとお前邪魔。いや、マジで邪魔なんやって。ついてくんなよ。
あー、ムカつく。もういいよ。お前ら、俺が普通の武器使ったらマジでボコボコやからな、ザーコ。死ね。ほんまにやめてくれ。今はマグナムの紹介をな、ゆっくりとみんなに分かりやすいようにしてんねん。お前らがいちいち邪魔してくんな、イライラすんな。味方からも、敵からも邪魔されて。邪魔やねん。とにかく。オッケー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 。今おるな。よし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 。ちょっと傷ついてる敵だったら大丈夫かな。あー、やべやべやべ。ナイス。いや、かっこいいな、やっぱ。めっちゃかっこいい。とにかくほんまにこのリロードがかっこよすぎる。シュッ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 。いいね。ちょっとこれやりたいな。これやりたいな。ここおるぞ。はい。あー、これは無理。これは無理っす。ちょっと、オルソーを使います。オルソー。オッケー。はい、国民突撃中、モーライ。からの、いないな。こっち側か。ちょ、リボルバー使いたいから、わざと死にたいな。ちょっと死ぬまではでもガチでやろう、さすがに。ナイス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 。この武器も正直実況でまだ一回も使ってないからな。こっち側にいるな。はい、オッケー。からの、こっち側から来そうじゃね？なんかここおんねよな。あれ？ああ、違うか。こっちか。ああ、こいつ何してんの何してんのマジで。よし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 。あー、やべ。オッケー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 。また、めっちゃなんか下打たれんな、とか言いつつ、10キル4ですなんですけどね。さあ、ボム落としましょう。お、ここ美味しくね結構。はい、逃げれません。お疲れ様でーす。で、こっち側にね、多分さっきいたと思う。もう一人。あー、これは無理やな。これは無理やな。ちょっとこいつを。お前、そこの強行。使いそうでね。はい、チラ。はい、チラ。あ、来るぞ。ええー、マジで？いやー、あの近距離の暴力に勝てないなー。あれも近距離だいぶ強い武器やけど。マグナムがああいうのに勝てないのちょっと悔しいな。これは勝てるのにな。こういう距離はね、地味に勝てる場面多いんですよ、このマグナム。でも、近距離がダメダメですね。オッケー。今の傷ついててよかった、あいつが。待って、やばい。戻ってくるぞ。あー、こいつ絶対。What？ もうね、ほんまに死体を撃ってくるのはやめてくれ。普通の武器を使って18キル17ですってなんやねん。謎！あまりにも。やめろ。はい、勝利。はい、勝利。お前ら死体撃ってんのに負けるー。ということでね、今回はこの、もう一つの、マグナムを使って、正式名称忘れちゃったんですけど、マグナム使ってやっていきました。過酷なアステってやつですね。いやー、でも、うん、さっきも言ったんですけど、やっぱ、こっちのマグナムの方が弱かったですね。エンフィールドナンバー2ってやつの方が、うん、10チハック、向こうの方が多分気に入ってるユーザー多いと思うし、って感じなんですけど、まあ、それをね、すべて補う点は、やっぱりリロードのかっこよさ、うん、ロマンっていう面に重きを置いてる銃なのかなっていうふうには感じましたね。まあ、なんで、俺は正直強さを求めんならエンフィールドですけど、まあ、普段実況とかで使うのは多分こっちの過酷な圧制の方だと思いますね。まあ、こっちはこっちでかなり良さもあるんで、うん。まあ、人それぞれ好みだとは思いますが、この動画を見てね、ちょっと、あまりクレジットとか足りないなって思ってる人はね、どっちを選ぶかの参考になれれば、なれば良いなと思います。はい。というわけで今日はなんか朝のテンションでやったんで、てかもう眠い状態なんでかなりカミカミの実況だったんですけど、いかがでしたでしょうか。非常に今回のアップデートで追加されたリボルバー2つですね。リボルバー2つはかなり出来も良く、ちょっと銃声をもうちょっとかっこよくしてほしいなっていう気持ちはあるんですけど、リロードモーションだったりとか武器のバランスだったりとかは非常によく取れてると思うので、かなり良いアップデートではないでしょうか。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ブロカでした。さよなら、バイバイ。